皆さんこんにちは、山カフェです。本日も動画の時ありがとうございます。今日はですね、とうとう足を踏み入れてしまいました。自作キーボードの世界への一歩、初めの一歩の動画です。キーブというね、自作キーボードを持ち寄ってみんなでワイワイやるという集まりが2月4日にあったんですけど、そこに参加してきました。はい。で、今回はですね、YouTube でキーボード関係のね、情報を発信している大福さんからね、声をかけていただいて参加してきたんですけども、正直ね、控えめに言ってめちゃくちゃ面白かったです。めちゃくちゃ面白かった。やっぱキーボードをこう触るだけでニヤニヤするってやっぱあるんだなという、そんな感じですね。もう非常に楽しかったです。本当にね、声をかけていただいて本当に感謝しかないかなというふうに思います。で、僕の動画では全部をね、ご紹介できていなくて申し訳ないんですけども、大福さんのチャンネルでは当日ね、ライブ放送をしているので、そのアーカイブをね、見ることができます。ぜひね、そちらもチェックしてみてください。それでは行ってみましょう。すごい。はい、13時になりましたが、ちょっとまだ入場のペースが遅いようなので、時々数字キーも欲しくなるので、はい、うん、だったら縦に縮めちゃったら、もしかしたら使えるかもしれないなと思って。そうか、1列多いんですね、こっちの方がね。1行か。すごい世界がありますね。で、これを使いやすくするために、なんか一番上だけちょっと高くしたりとか、一番下はちょっと斜めにして引っかかりがつくようになるとか。でもこれスイッチも全てあれですね、オリジナルっていうか、もう一個一個。そうですね、元のスイッチはあるんですけど、それをもう自分でニッパーでカットしてありがとうございます。結構軽いな。これはキーボールです。キーボールです。これが簡単に外れるんですよ。どういうことですか？もう磁石になってこれが自由に動くので、後ろに2つつけてるので角度も変えられるんですよ。いや、すげえな。この角度と、あともっと角度をつけたいっていう時にこういう角度で。この角度がやっぱりかなりいいなと思って。でもこのトラックボールのとこはいいですよね。はい。ちょっと触ってみてもいいですか？どうぞどうぞ。面白い。これすみません。スペースキーってどこですか？スペースキーは今ここに割り当ててます。ここですね。はい。こんな感じで。最高だ。何これ。すげえ。ここにトラックボールがあるのが。すごくいい。ありがとうございます。すごい。これは試してみたい。いや、ありがとうございます。はい、山カフェでした。いつも動画拝見させていただいてます。ありがとうございます。東新宿まで。そうです。私、動画になりました。ぜひしてください。山カフェさん。はい、さっきちょっと入り口で、すみません、撮っても大丈夫ですか？大丈夫です。はい、こんなところで、長嶋さんに遭遇しました。はい、いやびっくりしました。こんにちは。山カフェです。そちらでレゴのキーをかけたら出てきて、はい、いろんなキーボード紹介してる人が。あ、そうなんです。もう普通のやつしかやってないんで、逆になんかあれじゃないですか。これも作ってるじゃないですか。はい。楽しそうですよね。楽しいですよ。めっちゃ大変でしたね。やっぱ一人じゃ無理だな。マジですか。教えてもらったと思ってますよね。キーボードとか直すのも中止めてもらえてなくて一緒なんで。精密のこのロングがないと。そう、ロングがないと止められない。そうですよね。構造的にやっぱりこの手のね、左手デバイスって結構あるじゃないですか。でこれでもデザインがいいなと思ったんですよ、ね。ありがとうございます。なんかいかにもガジェット。あ、そうそうなんです。ガジェットしてるなって、はい、触って大丈夫ですかね。これは触ってもらって大丈夫ですよ。はい。そう一応ライバルのスターボックスとかいろいろ調べて、その中でこう自分なりにもっとこうしたいとか。いいっすね。このカチカチ感が。そうです。これも映像編集。本業は映像の方なので、そうすると1フレームずつ動かしてインポイントにしたりとか編集したいことがあるから、これでぐるぐる回せばゴリゴリ進むし、1クリックずつもちゃんと動かしてます。あ、ご参加になってます。はじめまして、山カフェと言います。あ、一さんです。もう一人の下の。はい、今日はキーブに呼ばれてきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。すみません、ありがとうございます。すごいやっぱり刺激的で、僕の知らない世界がですね、いっぱいあるなという。めちゃくちゃニッチなものがいろいろあるので、ぜひ踏み入れてください。ぜひちょっと回ってみてみます。ありがとうございます。はい。こういうの作れば。おお、すごい。わあ、これはすごい。こんにちは、キーボードを持ってきた人です。あ、これいいですね。この見た目も最高ですし、ちょっとレトロ系のデザインのキーボード、このベゼルが太くて、そうですね、ビッグベゼルの。はい。いや、これすごい。うわ、気持ちいい。一応このキーボードの特徴は、レトロのデザインもあって、あと3つの打ち感が違うんですけど、これ普通のものじゃないですか、この後ろにスイッチがもう1個ありまして、ちょっと調整すると、ブザーの音になるんですね。おお、違う、タクタイルっぽくなるんだ。あ、そうですね。すごい。ともう一個ありまして、ソレノイドがあるんですよ。今モード変更したんですが、お、ちょっと昔のキーボード、キーボードみたいな感じ。クリッキーな。うわ、すごい。すごいですね。あ、面白い。すごいこれ。これに音が変わる。あ、そうですね。ちょっと後ろなんですけど、後ろもちょっとレトロなデザインなんです。あ、かわいい。こっちがスイッチです。これでノーマル、ブザー、ソレノイドみたいな感じで。すごい。これ自作ですか？あ、いや、自作キットがあるんですね。キットがあります。受注生産のキットなんです。いつも買えるものではなくて、グループ買いみたいな感じ。あ、そうですね。グループ買いで購入して3ヶ月ぐらい待ってて作ると、来たものをビルドしたものです。すげえ。まだキーボードを自作するレベルではなくて、ちょっと趣味始めたばかりの人なんですけど、一応こういうキーボード好きで、買ったりビルドしたり、ちょっとカスタマイズしたりっていうのが趣味ですね。好きな人です。ありがとうございます。すみません。いえいえ。そんなので交換してたら赤字になっちゃいますって後で言われるんですね。で、それは最初に言いましょう。こういうエラーがあっても交換してくださいね。最初から約束をしましょうねと。これ結構ミスるんで、皆さんご協力していきましょう。しょう。はい、で次、頑張って作ったなという工場、まあ、非常にこの実話だけ見ると、あ、なんかすごい良さそうな工場だなと思うかもしれません。でただ、まあ、頑張るのはいいんですけど、まあ、大体の価格じゃ。ぜひ重さが違うんですけど。お、これ好きです。これ静電容量ですか？見せてるんですか？ああ、ちょっとかなり印象変わりますね。メカニカルでもないし、いわゆる HHKB とか、あっち、まあ、こっちは確かにそうですね。こっちはまあ普通のトークでも静電容量無接点方式の自作される方って多いんですか？まだ少ないですね。10例ちょいぐらいかなと思います。ただ関言さんって方がこの、はい、静電容量モジュールを作られてて、はい、これを組み込むともう普通のプロマイクロとこのモジュールをつけるだけで、あとはもう何にもハンダ付けいらないですね。すごい回路設計が結構、まあ、ただ並べていくだけなんで、はい、ノイズに気をつけながらだから、まあ、意外と作れなくはないっていうここのおかげですね。ここがあるからもうあとは設計してみたいなという人はこれを関言さんからブースで売ってるんで買って、はい、あとはもう作るだけ。またこのキーキャップも独特ですね。そうですね。キーキャップは普通に 3D プリンター。はい。そうなんですね。すごいですね。ありがとうございます。楽器みたいな。あ、そうです。はい。はい、あれですね。この辺のキーボードとか。そうですね。ここからスタート。はい、そうですよね。そうなんですよ。これ作ったらクロマトーンの考案者の方から声かけていただいて、ちょっとでっかい本物は廃盤になっちゃったんだけど、このちっちゃい版作ってくれないかということでそれ作ったりとか、これチャランポランタンさんのあれで、そうです、小春さんのやつ、そうですそうです。入力するキーボードなのか楽器なのかみたいなってなんかこだわりがあったりするんですか？いや、特にあれなんですけど、これをやるちょっと前にコロナになっちゃって家にいること増えて、でキーボード打つ時間増えたんでなんか自作しようと、でそれで分割キーボードを作ったんですよ。でその後に小春さんの動画見て、あ、こんな楽器あるんだと。クロマチックドレミファソだって半音階がこう並んでるやつですね。でこれでドミソとかがこういう形なんですけど、これをこうずらしただけで同じ形で半音転調できると、うわすごいと思ってそれはちょっと試したいと、それでやりだしたのがきっかけです。でちょうど GMK ファームウェアが MIDI の機能もサポートしてたので、私は何も MIDI については深くやらずに、もう本当にキーボードを作ったぐらいの感じで MIDI キーボードができちゃったので、そういう感じなんですよ。うわ重っ、うわすごい重い、めっちゃきついなきついでしょ、きついよこれすごいですね。これ 150g。 今山カフェさんが 150g のスプリング打鍵してます。すごい打てない。これがアーティザンキーキャップっていう、はい、綺麗なクリエイターさんが来てる。すごい、ちょっとこれネタワーク。いやこれなんかあれですよね。打鍵速度なんか強制ギブスみたいなそんな感じ出ますね。一日で指がやられちゃいますね。面白いですね。すごいスムーズですねこれ。8キロ取っ手がついて、うわ、ちょっと待って、重っ、何、どういうこと？重量が8キロあります。アクロバティック。これ、だんだん、これ8キロですよ。これ8キロやばいですよね。これ、持てないです。そもそも持ってこられた時点ですごいですね。あ、そうですよね。こう持ち込んでるんですもんね。頑張って持ってきました。ああ、これすごいですよね。ありがとうございます。オイルでこう塗って磨いてピカピカにこうツヤツヤにするのもこだわったんですけど、これ試しに持ってみてもいいですか？どうぞどうぞ。うわ、重いっすよね。後ろすごい。後ろ鉄板がついて、この内側にもさらに1枚鉄板が仕込んである。すごいわ。はい、ありがとうございます。これあれですか、自分のこう今メイン機？あ、そうです。今もう日常使いというか、家のテーブルでこれ使ってます。そうなんですね。ここにアップルマジックトラックパッドを置いて、はいはい、ちょうどあるんだ。ちょっとはみ出るんですけど。いや、可愛いですよね。めちゃくちゃ可愛いですよね。これ一個一個違う感じなんですか？それとも何個かパターンがあるんですかね？キーキャップは。樹脂粘土を持った時なんですよ。で、市販のキーボードとキーキャップがちょっとえぐれてます。私、指がそれ引っかかって打ちづらいので、中の軸だけも取ってきて持ったっていう感じ。ああ、粘土持っただけの構造になる。面白い。本当は 3D とかでやりたいんですけど、お金かかっちゃう。そうですよね。これはこれもキーなんだ。あ、こういうこと？親指を、はい、スペースバーとかで親指の先に、はい、指の腹でこれが下が鉄板でできてて、下にこう磁石がついてるので動かせる。あ、すごい。ああ、じゃあいい位置にできるんですね。親指のどこの位置がベストかっていうのが設計段階で決められなかったんで、どこでも位置が移動できるような設計にしました。はい、ではですね、ちょっとボツキー交換会の紹介をさせていただきます。まだボツキー持ってきたけど前に置いてないよっていう方がいらっしゃったら、ぜひ。ありがとうございます。これは綺麗だね。キーではないですけど、僕可愛いよ。今回ちょっと感覚があんまりないので、あんまりボツになる気がないかもしれないですけど、でも今のもらってないですいいな。こういうの遊びじゃないマジかですね。何これ重たい。なので、何型式のセーブはここにあります。薬指でセーブなんかしてたら薬指死んじゃうから、ここにあります。便利でしょ。これはすごい。ちょっと重い。めちゃくちゃ重い。プレミアと対角線と一体化をやって支えたらいいんだろうっていうことになって同じことをやります。めちゃくちゃ気持ちいいです。いいでしょ。めちゃくちゃ気持ちいい。たまらんでしょ。はい。気持ちいい。秘密を解説しましょうか。あ、ぜひ。ちょっとかかりますけど。いいです。大丈夫です。ですね。まずどっから行こうかな。オールコンベックスになってるんですよ。何ですかオールコンベックス？こっちがコンベックスでこっちがコンケーブです。はい、つまり、なんか凸になってるんですよ。はい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 、でだから滑るのがしやすいわけ。でこうとかこうとかが、はい、いけますね。そうそう。だから突き刺してこうやって打つ人がいるじゃないですか。はい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 、僕はそうじゃなくてこっちの指の腹で打つタイプ。腹で打つからこう気持ちよくなるんですよ。でそしてスイッチの中に30g と 35g のやわりと軽めのバネが入れてあるんですね。で軽めのバネが入っていて、で軽いスイッチって、まあ、いろんな知らないやつあるんですけど、どうしても底打ちが、柔らかいプラスチックでもわってなるんですよ。それが好きじゃなくて、どうすればいいんだろう、硬くしたいんだな俺はって言って、スイッチの底に金属を入れると硬くなるのではってなってるんですね。はい、でつまりこれですね。そう下に金属があるところにゴンって当たってるっていうことなんですけど、それによってこの硬さが維持されてるんですね。ああ気持ちいいですね。で多分軽いけど硬いっていうスイッチはまだできてない。はい、これ流行るよっていう流行ねえよ。でも簡単数だって真鍮でいろいろ試した結果、真鍮のスペーサーが一番良かったんですけど、この真鍮を別に両面テープで貼ってるだけですから。そうなんですね。だからこの真鍮さえ手に入れられれば、普通にボトムプレートと PCB の間に挟んで両面テープで止めとけば大丈夫です。誰でも真似できる。やっぱ考えられて、やっぱりありますね、自分の好きな打鍵音、打鍵感。だこれがやっぱりうまく自分で分かって。形にできるってのがいいんですかね。はい、もう1ヶ月かかったもんね。あ、そうなんですよ。ありがとうございます。はい、これいいよね。これ気持ちいい。この GMK ドットのキーキャップは多い気がするわ。これかわいい。明日は磨いてないけど、探して作ってこのキーキャップめちゃくちゃ肌触りが指触りがいいです。私キーキャップってこういうキーボード作っちゃうと市販のものだとなかなか合うのがないのでっていうのもあって、はい、それでじゃあ作っちゃえばいいじゃん。あ、ちゃんとでも、もちろんありますよ。いや、だって天気へこましてるわけですから。確かに全部のキーの刻印分へこんでるっていうことらしいです。すごい自作だ、そっか。3D プリンターが出てきたから、自作キーキャップも結構敷居下がってるんですかね。ここまで作ってる人あんまいないですけど、まあそうですね。気合があればでも気合入れてとりあえず一通り1セット分作っちゃえばその作ったものをあともう印刷するだけみたいなところはあるので、一応これも私がこれもですか。そうです。ここはこっちのヨッピさんって人が作り出すんですけど、それを拡張する。あ、これ一応天気パッド的な。そうですね。天気プラスカーソルキー、こういうキーボードってないですね。これすっごい僕何キロなんだろう。しましょう。この会場は4時半、あと30分弱ぐらいを目安に皆さん撤収の方をよろしくお願いします。そう、一般来場者の方々は半完全撤収です。はい、ではよろしくお願いします。ありがとうございました。で今回ですね、この自作キーボードの集まる会に参加してちょっと思ったんですけども、やっぱりね、自作することの楽しさとかね、こだわりとかっていうのは皆さんやっぱ共通のものとしてあるので、そういった集まりってすごくやっぱり面白くなりますよね。で、こういったね、会に参加することでのつながり感みたいな、なんかね、とってもいいなと思いました。で僕はね、今後自作するのか、それとかね、もしくはカスタムキーボードの世界に足を踏み入れるのか、この辺はね、今後ちょっといろいろ考えたいなと思うんですけども、やっぱりね、キーボードっていいなって、本当に改めて思った次第でございます。で今回ね、会を主催されたゆかりさんとさるちゅるさんさん、そして当日運営、ね、の方々ですね、それから声をかけていただいた大福さん、会場でいろいろと解説していただいた皆さん、そして動画いつも見ていますと声をかけていただいた視聴者の方々、本当にね、本当にありがとうございました。もうすごく充実した時間が過ぎまして、僕自身もね、新しい経験をすることができたと思ってます。本当にありがとうございました。で今回このキーブ3回目は45人ぐらいだったのかなの規模だったんですけど、3月にはですね、なんと300人規模っていうとんでもない規模の天下一っていうね、天下一キーボード YY 会の第4回目が開かれるということで、これね、いやめちゃくちゃすごそうっすよね。で僕は残念ながらですね、仕事の都合で参加できないっていうのが非常に悔やまれるわけですよ。本当参加したいなと思ったんですね。今後ね、ちょっとやっぱりキーボードについては、今後もちょっと深く関わっていきたいなと思った次第でございます。ということで、本当にね、ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。